まあ、どうするかですね、はい、検査ではありますけど、背番号変更になったわけじゃなくて、まあ、ユニフォームを先に、まあ、スカラの福岡に備えて送ってしまったそうで荒川と書いてありますが、荒川優太ブルペンキャッチャーのユニフォームを借りて今日はゲーム。ちなみに荒川優太、ホークスさんも反応した方多いと思いますけれども、2005年の高校生ドラフト1位のホークスへ入団したあのキャッチャーの荒川選手ですね。一段とすごいですねすごいですね、迫力が。三球三振でした。栗山はバット全く最後は触れませんでした。秋山ちょっとが詰まりました。秋山が出てきますが、ヒットどんどん上げてますね。上げてますね。より7分が見えてくるんじゃないですか。1点目やっちゃいけないんですよ、日本ハムサイドからするとね。そうですね、ただヒットはいいとか、はい、ここは飛ぶよね、はい、いやいい打球でした。本日2つ目のお寿司食べるのはミキ。虫でしょ、マウンドの周りの虫、今日が35試合目防御率 1.88、まあ、毎年すごいんですが今シーズンもすごい宮西です。